開催5日目終盤戦の攻防を変わっては第11レース2つ目の準優勝戦です。1号艇には磯部誠、2号艇白賀優、3号艇三浦啓太、4号艇入見啓、5号艇武田和也、6号艇川野大、対戦メンバーは以上の6名です。このレース内を固める磯部と白賀ともに初日のドリーム戦組、内側から3選手はともに雪間を通してスタートの安定しているメンバー、磯部が人気の中心で人気で続く2号艇の白賀優2コース戦です。この2人に待ったをかけることができるかどうか、センター3コースに3号艇の三浦啓太、そして奥に3艇です。4号艇の入見啓が4コース、今節は何度もあっと言わせるそんな走りを見せてくれています4号艇入見が4コースで、5コース5号艇の武田和也、前半レーサー豪快にまくって1着でした。そして最アウト6コースにスタンバイするのは6号艇の川野大。第11レース2つ目の準優勝戦、昨日の後半遅れた分もここで取り戻せるか、1号艇磯部が人気の中心でインコースから磯部、白賀、三浦、入見、武田、川野の進入です。準優勝戦11レース、スタートしました。イント4コース、1号艇、4号艇、磯部と入見が好スタート。入見は0台前半、01ぐらいか。先に回る1号艇、磯部、2号艇、外を回っていく。3号艇も外へ行ったがぶっ飛んだ。内側を5号艇、4号艇、6号艇旋回し、バックへ入っていきました。先頭は1号艇の磯部誠、2番手、2号艇の白賀優、3番手には5号艇の武田和也、後方3艇、4番、6番、3番です。11レーススタートは正常でした。2マークはセンター1号艇磯部がトップターン、2番手内側に迫ってくるのは5号艇の武田和也、しかし外を大きく回ってすんなりかわしました。2号艇の白賀優2番手です。3番手が5号艇の武田和也が続いて、目下の体型1番2番5番でスリット前を通過、レース2周目に入っていきました。2周1マークの旋回です。先頭でバックへクリアするのは1号艇の磯部誠、2番手から2号艇の白賀優、そして3番手には5号艇の武田和也の順です。上位体型は1番2番5番、その後ろ4番手争いですが、6番と4番前にいるのは6号艇川野、5番手が4号艇の入見、最後方には3号艇の三浦啓太が続いています。2周にマークの旋回に入っています。先頭は1号艇磯部誠、2番手が2号艇の白賀優、そして3番手が5号艇の武田和也と、上位体系は変わらず1番2番5番で続々スリット前を通過し、最終周回へと入っていきました。インセンターの4艇はいずれも0台という早いスタートでした。1号艇の磯部がインから主導権を握りました。外へと握っていったのが2号艇の白賀優、その白賀が2番手で3番手には5号艇です、武田和也。上位体系1双子、後方3艇は6番4番3番と続いています。これから最終コーナーの旋回に入ります。先頭は1号艇人気の中心磯部誠、2番手対抗人気の2号艇白賀優、3番手には5号艇の武田和也と、上位体系は1番2番5番で2つ目の準優勝戦第11レース、まもなく五輪です。先頭1番の磯部五輪、2着2番の白賀、3着5番の武田五輪、6番川野、3番三浦、4番の入見五輪。